今回は物につかまりながら片足で1分間立った姿勢を保つという動作を行っていきましょう。この運動を行うことで片足で支える力を強くしていきます。それでは始めていきましょう。両足を肩幅に広げます。その姿勢からこのように必ず捕まって、捕まりすぎないように注意をしながら片足を静かに浮かせていきます。足を少し浮かせ、この姿勢のまま1分間この状態を保っていきます。右側そして左側、一日に1回ずつ朝昼晩と行ってみてください。